こんばんは。今日ぶりです。昨日ぶりかと思ったら、なんと今日ぶりなんですね。また配信だけかと思った。あ、まるともちゃん、ケーキありがとう。嬉しい。で、消さなきゃ、ろうそく。ありがとう。嬉しい、みんながお祝いしてくれて。今日予約入れなかったんだ 今日。さっきぶり？そう、20歳。もう完全に20歳。嬉しい、来てくれて。ろうそくふーってしてないな。でもケーキはいただきました。ホールケーキ。さっきちょっと食べた。ワールさんありがとう。クラッカー。今日さ、今日なんか他にもポストした方がいいかなって思ったんよ。思って、なんかポストした方がいいかな、ちょっとみんなと相談しよう そう、ちょっと自分でまあこれ今考えとっても決まらんわって思って、結局何もせずだったんだけど、1日に2回も言うなんだ、ショール見ると。でもさ、昨日の暇たき配信に関してはさ、ほぼ昨日だよね ほぼ昨日。配信始めたら昨日だから、ほぼ昨日ってことかな。こんばんは。昨日は24時前に寝落ちして、泣きました。私も泣いた。私も泣いた。じゃあ。ロキチさん結婚してありがとう。無理。無理ですね。クラッカーも皆さんありがとうございます。ありがとう、お誕生日おめでとうって。ありがとうございます。今日レッスン場で動画も回してたんだけど、あれはもうみんなすっぴんなので公開はできないけど、またみんなに見せたいんだよね あ、そう、 X のポストのリプとかは本当にめちゃくちゃ嬉しいです。いつもありがとうございます。お酒今日まだ飲んでないよ まだ飲んでないです。誕生日プレゼント？誕生日プレゼントは、食べ物が多かったですね、みんな。20歳になって19歳って何か変わりましたか？なんかわかんない。何も変わってないかも 何も変わってないかも。昨日はてっぺん回ってましたね、てっぺんとは。20時、12時ってことか。まだという方、お酒買ってない。お酒まだ飲んだことない。誰なん言うなん。20歳になっても何も変わりませんね。あ、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。昨日と今日に続いてずっとレッスンだったので、特に何も変わってないです。お年玉もらう側からあげる側になるかな。ええー、
あ、メールおすすめです。私のユーナンメール。食べ物、ユーナン食べ物キャラじゃないから意外。でもね、好きなんですよ、甘いものとか。だからめっちゃ嬉しい。自分も少し前に5時入りのバースデーメール、私だって5時だ、なんか入った5時。かわいいこのアバター、かわいい。12時になった瞬間考え方が大人になってないんですよ。僕もリナに誕生日プレゼントくれたいね、いつも言ってくれてる、嬉しい。ね、マイナス 3X でね、ひーちゃんからアイスもらったよ。まだ食べてないけど、アイスとか、あの消費期限が近くない食べ物っていいよね。なんか焦らず、なんか自分の好きなタイミングで食べれる。誕生日メールは誰から来た？自分から来ました。自分の誕生日メールが来たよ。20歳から時の流れがめっちゃ早くなる。本当に嫌。今でもめちゃくちゃ早いもん。ひまたき配信も、あ、寝落ちしてる。みんな寝落ちしてる。みんな寝落ちしてるやん。まあ、寝る時間だもんね、普通に。なんか話そうと思ったんだよね。なんだっけ。そう、誕生日メールは自分から来ました。ユーナン、自分 STU のメールのニックネームはユーナンにしてるんだけど、自分もさ、誕生日メールの時ユーナンにお祝いさせてくれてありがとうみたいな感じのことを言っているんですけど、ユーナンへ、お誕生日おめでとう、ユーナン、お誕生日おめでとう、ユーナンにお祝いさせてくれてありがとうみたいな、なんかちょっと意味わけのわからないメールが届いて、ちょっとわけのわからなかったですね。自分のメールを取ってるからすごい不思議な気分になった。でも自分の取ってるメンバーからも来ましたよ。 STU メンバーさんからも、そう、メールはおすすめです。カミリア K さん、ありがとう。ケーキロウソク消してます、ありがとう。ヨッシーさん、ヒロさん、ありがとうございます。タコ、福山のタコさん、ありがとうございます。クッキー、赤いタヌキさん、かわいい、ありがとう。赤いタヌキさん、結果して無理です。誕生日メールって感動すること書いてる子もいれば、あっさりしてる子もいてもね、なんかね、違うよね、そういうの。そう、みんなにお祝いしていただけて本当に嬉しかった。なんか目が曇ったる、なんか目が曇った。あ、トーイさん、ありがとう、ありがとうわ、嬉しい。トーイさんもメモありがとうございます。またねって、またまた立て逃げされた、忙しいの。ありがとうございます、ありがとう、トーイさん、ありがとうい。昨日の続きに、昨日じゃない、今日だけど、今日の続きに書こう。ありがとうございます、嬉しい。ありがとう。
そう、ゆうなん、自分のメール取ったらゆうなん、ゆうなんが渋滞してた。ゆうなん、ゆうなんお誕生日おめでとう、ゆうなんにお祝いさせてくれてありがとう、ゆうなん、ゆうなんって感じだったもん。乗り遅れた、さっきはずなったから大丈夫で、大丈夫ですよ。ゆうなん誕生日なのにプライベートでまずい時代に陥ったので、お話し会でも相談しに行きます。待って、気になりすぎる。あ、今お話し会受付中だから、みんなたくさん私に話しに来てね。あ、20歳のお誕生日おめでとう、ありがとう、いありがとう、おめでとう、やばい、ありがとう、いありがとう。あ、バースデーメッセージありがとうございます。何人のメール取ってるかは月によって変わりますね。結構いろんなメンバー冒険してる。誰なんやな。20歳までの道のりは長かった。でも普通に高校生の時の記憶はまだ全然ある。普通に通えそう、まだ全然。2年ぐらいしか経ってないけどね。高校生18歳だから。2年しか経ってないけど。でも中学校ってなったら結構まだ昔かも、昔の記憶かもな。いい1年になりますように、ありがとう。スタッフさんから言うならマイペースって書けた。いや、ほんまにそれな。ちょっとあれ突っ込もうかと思ったわ。公式 XSTU の公式 X アンドじゃないですか、あの時に、あのX のやつに、ちょっぴりマイペースな優なんだけどバレてた。多分ちょっぴりマイペースな優なんだけどってちょっとあれだから、ちょっぴりって付け足してくれたんだね。うん、嬉しいですね。なんだったっけ、ちょっぴな、なんて、なんだったっけ、ちょっぴりマイペース、なんだったっけ。マイペースな家なんだけどってどん前にえ、23歳になったら高校の記憶なくなるの、つらい、それはそれはつらい。誕生日おめでとう、ありがとう。まだお酒何回も聞かれたかもだけど、お酒飲んだって、まだ飲んでないです。あの、お酒飲んでないです。どんな感じになるかわからないので、あの、休みが続く日に飲もうと思います明日の次のレッスン行けないってなったら、次明日のお仕事行けないってなったら困っちゃうので二日酔いでレッスンお仕事行けませんってなったら、もう本当にやばいので、やばいと思うので、どんな感じになるかわからないので、あの、忙しくない時にちょっと初めて飲もうと思います。早く四国公園でもみたいな、近々あるんじゃないですか、福フェスもあるので。そう、福フェス来てほしいな。そして25日のやつは来てほしいかな。公園じゃなくてライブなんですよ。 2.5 期生さんと3期生の、2.5 期生3って言った今、私3つけた。生まれたのは朝ナイン、昼ナイン、夕ナン。わからん。生まれたのいつだろう、全然知らない。でもなんかそういうのさ、授業でやったんよね。自分の生まれた時の体重と、生まれた時の日、なんか生まれた時の時間みたいなのをさ、書くさ、授業あったんだけどさ、なん朝に生まれたか昼に生まれたか夜に生まれたか全部覚えてない。いつなんだろう、多分私のマネージャーさんがね、書いてくださってるんだと思います。 X はそれぞれの仕事戻るねって、ありがとう、いい誕生日過ごしてねって、ありがとう。そう、ちょっぴりマイペースマイペースなんです。
ペースがいいとこまである。もう全肯定してくれるやん、嬉しい。ちょっとやないやろって突っ込みたくなった、あのポスト。そうなんです。日向坂さんの、え、一日違い、あの同じ誕生日の方もいらっしゃいます、日向坂46さん。マイペースだけど真面目みたいなこと言われたでしょ。ねえ、何だったっけな、ちょっと リポストしたけど。ビールは苦い、なんか苦いってよく聞くんだよね。苦そう。もうさ、ビールの匂いからして苦いもん。遊南界隈の集会、飲み会やばい、遊南界隈飲み会。勝手に四国デビューの日決まったね。あ、そうですよ、3期生、3期生がユニットに配属されてから、多分初めてじゃない、四国。四国が一番初めに、四国の3期生が一番初めにデビューします。福フェスで、福フェスにて。9月7日と9月8日、9月8日福フェス、来年は今年よりもっと多くの人にお祝いしてもらいますように。ああ、嬉しいコメントだ。そうですよね、絶対。そう、私もそれを願って活動していきたいと思います。ひこそりというのは応援してる。こそりなの、ユニバースありがとう、かわいいやつありがとう、かわいい。ゆうなさんアイスありがとう。考えなしさん、マクフライさん、ありがとうございます。ニョッキンミルンさん、かわいいありがとう。アワオさん、音符ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。あ、またタワーだ。ちょっと待ってね。あ、キノコのかパパさん、ありがとう、ありがたわ。誕生日、誕生日当日おめでとうだった。誕生日当日おめでとう、ありがとう、嬉しい。そう、昨日なんかさ、ひまたけ配信って難しいね。昨日って言えばいいか今日って言えばいいかさ、わからんからね。たくさんありがとう、このかパパさん。そう、今日の分もメモメモする。ありがとう。私は皆さんにもうすぐ会えるんですね、会える機会があるんですよ。あのナイトクルージングとお話し会2日間があって楽しみですね。台北さん結婚して、ありがとう、無理、ありがとう。待って、すごい、守りたい、この笑顔いっぱい守って、絶対守って、私の笑顔守ってください。キノコのパパさん、キノコのかパパさん、ありがとう。私もキノコのかパパさんの笑顔を守ります。ありがとう、ありがたわ、ありがとうございます。お話し会、リアル話セモル、セレモニーやるんかな。え、でも研究生だよ。研究生だからない、そういうのってさ、多分正規生からみたいなの ありそうじゃない？なんかそういうのがあるのかと思ってた。ユナの声大好きです。え、嬉しい、ありがとう。ユナの声ね、なんか女の子知ってる声じゃ ないから嬉しい。なんかのコメント気になって読もうと思ったんだけどな。なんだったっけ。あ、9月のスケジュール出てる？公演スケジュール？僕隊？ねえ、にぶあかりさんの卒業めっちゃ、もうめちゃくちゃ悲しい。
悲しい寂しい。ST48 加入前の毎年の地元のお祭りは、お祭り好きだった。屋台とかみんな友達とね行くのめっちゃ好きだったよ。家族とかもお祭り行くの好きだったし、お祭りめっちゃ好き、花火がめっちゃ好きで、そう、今年も直島の花火大会があるんですけど、それが多分なんかお仕事の人かぶってて行けないんですよ。めっちゃ行きたかった。なんかコメント読もうと思った。ゆきりかさんに四国面の新対戦見たいって言ったら、ゆうなが見たからでしょって言われた。待って、バレてるやんバレてるやん。なんか話そうと思ったんだけどな、また思い出したらよ。何話そうと思ったんだっけ。ちょっぴりマイペースだけど何事にも一生懸命に取り組んで前へ進む優なんでしたか。 X のポストの内容。ジンジャーエールは飲める。ジンジャーエールってさ、飲めるよね。炭酸のやつだよね、あれって。炭酸のジュースみたいなやつだよね。9月8日はゆうなんの写真あった。アーシャのこと、出演メンバーのやつかな。誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。ゆうなんの笑顔全力で守ってくれる、嬉しい、ありがとう。はやとさん結婚してありがとう、無理ー、ありがとう。逆に少年の声は出して武器の少年の声はできんかもしれん。イケメンボイスじゃそこまではいかんかもしれんけど、そう、でも低い方だと思う。研究生やれない、やっぱそうだよね。そうねえ、びっくりしたよね、4人卒業。岡山意外と花火でかい。それな、岡山の花火行きたいな。あ、9月8日四国で一部二部、9月4日僕隊、僕隊楽しみ楽しみ。9月8日は四国、四国、メンバーはまだ、でもメンバーさ、まだ発表されてないから分からんよね。私も分かんない。出るか分かんない。にびわかりさんを調べたら、石原ゆなちゃんに似てるって出てくる。嬉しい。めっちゃ好きなので。でも、少し言われたことあります。めっちゃ嬉しい。福フェス前日に、香川で花だれ公園ね、なんか東京の多いよね最近。嬉しい、東京で公演、あの、いいよねね、嬉しい。20歳なっていうの、たくさん会いに来てね。配信、誕生日配信まさかの寝落ちしてしまってポストも遅れちゃった。ハート割れちゃってる今日来てくれて、だから嬉しい、会えたから嬉しい、誕生日も見た、あれポストみんなのやつ見てる、ほんまに嬉しい、ありがとうございます。メンバーもう出たよ。あ、初訪問の方こんにちは。公演のメンバーもう出てたの。あ、誕生日おめでとう、ありがとう。待って、9月、ちょっと待って、どういうことどういうことちょっと待って。お誕生日おめでとう、ありがとう。あ、危ない、よかった、もう事件になるところだった。また、
コード系危ない。ちょっと待って、私が これ9月8日出る。待って、普通の公演かと思った。そういうことか、なんか普通の公演のことかと思った。なんかクアトロでやるとかゲマントでやるみたいな感じのやつに出るのかと思った。そしてあれのやつか、自分が今チェックしてる。12、あ、本当だ、みんなすごいチェックしてる、ありがとう。福フェスのだね。え、今日早く帰れたからお誕生日ケーキ買ってきたよ。白桃のタルト、シャインマスカットのタルト。岡山尽くしじゃん。一緒にお祝いしようね。私も今日ケーキ食べたから、ケーキ食べた方は胃袋お揃い界隈です。そうなんです、危なっかしいですよ私は。福フェスの前日は花は誰のもの公演、福フェスの前日は花は誰のもの公演、翌日はかっん、だって計算ができない。福フェスの前日は花は誰のもの公演があって、東京であって、次福フェスがあって、その次の日に勝手に四国観光大使公演のやつが高松であるよってことか。え、この9月8にさ、9月8にさ公演あるのはみんなはいつから知ってたの？9月8に公演がある、四国の公演があるってことはいつ知ったの？あ、今知ったの？あ、今知ったんだ。なるほどね。で、あ、ってことはメンバーも今知ったってこと。あ、公式 X、なるほどね。なるほどね。私はちょっと頭がこんがらがっててですね。普通に福フェスが2日間、なんかちょっと本当に意味や、頭の中がちょっと意味わかんなくて、今理解しました。あ、匂わせてた？そう、私も、そうだから私の、あれ？なんか普通に口滑らしてそう、ちょっと前の配信とかで。大丈夫かな？え、知ってたんよ、知ってたんだけど、ちょっと難しい、そういうの。知ってたんだけど、もう出てるのかと思ってた、勝手に。そう、四国出るのでぜひ見に来てください。自分は後でケーキ食べる。え、ケーキ、お揃い。ユナの、ケーキ食べた？みんなケーキ食べてる。ありがとう、林見に来てくれて。今日は
あ、はやたさん結婚してありがとう、無理。スープカレーの飲み物さんありがとう、かずいさんありがとう、塩中さんありがとうございます。あ、待って、危ない、危なかった、もうコード危ない、コード危ない界隈で危ない、コード危ない界隈だったぜ。政府界隈、20歳の巡り合いを聞いてゆうなさん思ってます、素敵。あ、宿を2日2泊に取り直したので大丈夫、すごい行動が早い。そう、4日のね、僕帯は分かんないんですよ。私はまだ知らない。ドキドキ。どっちどっちです。そしてね、今日も9月じゃない、8月25日の、8月25日の、広島である 2.5 期生と3期生のライブがあるじゃないですか。結構本当にでかくて セットリストとか、今日そのレッスンだったんだけど、もうね、すごいです、すごいですんので、なんか初めて聞く曲とかが多いかなっていう感じなんよ。もしなんか来ようと思ってたり、なんかちょっと気になるやつが気になるってなったら、ちょっとコメント1部と2部あるから、なんかあったら質問して公演時間長め、やべえです、もうすごいってな、そう、公演時間がやばいってなって、そう相談中っていう感じですねそう、お誕生日おめでとう、ありがとう。2部だけならワンちゃんいけそう、うわー来てほしいな。1部も2部もね、来てほしいところがある。でもユナン見るなら、1部と2部で全然セットリストが違くて、もはや同じ曲がないぐらいあるんだけど、同じ曲、普通のツアーとかより全然セットリストが変わってくる感じなんです。そのやべえやつ生きて、そう、やべえんです。サプライズ発表ありますか？それは私たちにもサプライズじゃなくなるから、それは分からないな。それは分からない。そういうさ、なんか公演とか、そのライブで、ありがとうございましたじゃんバンバガバンみたいな感じで出るのは、私たちも知らないんですよ。ファンの方と一緒に知る感じです。昇格発表はな、それはないんじゃないかな。好感度なくせ強すぎ、ワロタ。ワロタ、笑ってください。そう、セットリスト、そこまで違うの珍しくて。
そんな言われたら行きたいじゃん。来てほしいんです。一部と二部でセトリは全然違います。普通タイムはまだわかんないです。マイケさんのお話、お渡し会と重なってるの。それは本当。ユナは元気の源、嬉しい。早く昇格してくれるプレゼントくれるね。もうあの見せてくれる、見せてくれる、お話し会とかでね、これを送るからって言ってね、すごいあのね、見せてくださるファンがいらっしゃ、ファンの方があのいらっしゃるんですけど、あの楽しみにしてるから、もう覚えてるから私は。お、お話し会誕生日プレゼントにありがとうございます。そう、みんなが会いに来てくれるのがすごい誕生日プレゼントかも。私の発表あるかな、どうだろう。交換をもう一度聞かせてください。じゃん、バンバカバン。どんなんだったっけ、チュールルルルルルン、どこどこんみたいな。ちょっとわかんない、わかんないです。思い出した、私が今日話そうと思っていたことを。ちょっとだからあの発表するね。1年以内に必ず正規メンバーに昇格すると信じてます。夢に向かってます。ありがとう、ありがとうございます。頑張ります。昇格できたら全然違うよね。研究生と正規生っていうのは全然違うと思う。でもリアルプレゼント、リアルではプレゼントくれないか、3月、8月31日のお話し会が一番喜ぶかなと思った。そうだよね、嬉しい本当に。そうなんです、昇格全然違うと思う。でもめっちゃ嬉しい、とっても誕生日プレゼントです。それはもうほんまに嬉しすぎる。こんばんは。え、高猫さん、めでたい日ですね。送るプレゼントが溜まってるの。覚えてるから、もう覚えてるから。今日レッスンの時にあのそのケーキをサプライズでプレゼントしてくメンバーがしてくれたって言ったじゃないですか。でそのまあケーキの写真はまたメールで送ったんですけど、その時にあのレッスン上明るくして、やっぱ普通にレッスンしてるじゃないですか。でそれで電気を切ってね、電気を切ってハッピーバースデートゥーユーってあのケーキを持ってでメンバーが出てきてくれるんですけど、その時にいつも動画が回ってて、でなんかいつも抱負、なんか他のメンバーの時とかもあの抱負は何ですかみたいな感じで、あの抱負は何ですかみたいな、20歳の抱負はみたいなのあるんだけど、やっぱり私はあのそういうなんかそういうなんか文章というか日本語系がやっぱりなんかあのこういうのとかね、こういうなんか文章とかが難しいらしくて。そうだから、こういうあの抱負、トーク力、そうトーク力とか語彙力をやっぱ上げていきたいなって思いますね。
頑張ってください。ありがとう。そうメンバーにお祝いしてもらって、そう初めてねメンバー広島で迎える誕生日だった。ナイトクルージング落選してしまったので10日は広島観光をします。待って待って、先に宿を取ったってことかな。それはもともと来る予定だったんだね。そうだった。絹ごし派ですって言えばいける。私は絹が好き。私は絹派。にゃしげきさん結婚してありがとう。無理、絶対に無理。そう語彙力高めたいなって思う。え、ちょっとさ語彙力を高めるにはって、そちょっと調べてみよう。そうショールームとかでもさ、あの思うんよね。なんだっけ、話すの語彙力。ありがとう。でも考えとくねはくるくるさんのやつですね。先に宿を取らないでやる気が、確かにわかる、かあるよね。やっぱギリギリとか なっちゃうとね。そうわかる、あるよね。慣れもあるよね。そりゃそうです。そう絹の方が豆腐でツルツルの方、木綿の方がちょっと硬い方、木綿豆腐の方が。鍋なら木綿、冷ややっこは絹。確かにすき焼きとかでは木綿が入ってるね。あの絹が好きです。ひなの声が好きすぎて寝落ちそう。じゃあ子守歌歌ったらもっと寝るんか、寝るんじゃないか。あ、藤翔さんありがとう。ありがたわ。こんばんは。ありがとう。藤翔さん。ありがとう。ありがハッピーバースデータワーです。ありがとうございます。ありがとう。藤翔さん。あ、読もうと思っとったコメント思い出した。思い出した。今この藤翔さんのこのありがたわっていうので思い出した。話そうと思って忘れてたこと思い出した。ありがとう。ちょっとまた後で話すって言ってたらまた忘れちゃうんだ。そう、来月も、そう、福フェスがあります。電波組の方、電波組さん。忘れる前に話す、それを話す。そう、多分。忘れる前に話して、そう、多分アルフォートさんのコメントを読もうと思ったんかな。なんか、あの、昨日の誕生日で、昨日じゃない、昨日の誕生日でって、昨日はまだ誕生日じゃない、今日誕生日なんだった。そう、あ、待って、タマがやばいとかなって、あの殴り書きし、本当にありがたいことで、あのたくさんメモしてたんですけど、あの画面録画してるファンの方がいるよとか、私はそれすごい画面録画いいなって思ったんですけど、なんか あのお母さんがですね、あのもうなギフトのなんとかタワーとか、このお城とかそういうのとか、あの全部あの把握してって、あのメモしててくれて、でもそのメモ見たんですけど、全部私が書いたメモもあの全く一致してました。すごい、そうグッジョブだった。そう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 、そのコメントをね読もうと思ってたんです。答え合わせっていうか、なんか自分のやつと全く一致しててよかったです。
でもなんかそのタワーの形まで書いてなかったから、そう、さすがだ、さすが、さすがだって思って、あとすごかったお母さんは全部フルネームでタワーのあの名前、お城とかそういうのとかもう全部書いてて、わかりやすいってなりましたね。でも自分も目も気に漏れなかったからよかった。改めてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。イジフェスも出すか。イジフェスピンとくる。石はさ、千穂さんとかさ、石田みなみさんはもう卒業されちゃったけど、石田千穂さんとか、石はいっぱい、麻婆豆腐は絹じゃない？麻婆豆腐って絹じゃないん？絶対に絹がいい。色。あ、嫌っていう、あのメモは、あの、なかったです。嫌って、嫌はなかったです。私がなんか、変な文字書いてる。お母さんはママなん？母なん？お母さんなん？どうしよう。妹、あれでしょ、リア中で言う、イモ中みたいな感じでしょ？確かに。ユーなんだからね。妹とかもおるけど。お母さん。ママなんは嫌だ。ママ呼びはしたことないから、ママなんはない。母なんやばいな。母なんはちょっとなんでさ、お母さんなんて、なんで疑問系なん？なんで疑問系なん？お母さんなんやばい。めちゃくちゃ疑問系。お母さんなん？大丈夫、おめでとう、ありがとう。誰別？誰何言うなんだから、ちょっとママに感謝伝えてくる。無理でしょ。ゆうなもお話し会の時に来てくれたファンの方、名前メモして、もう全員メモしてます。もうね、もう全員メモしてる。オンラインお話し会の時、私のオンラインお話し会は止まりがちです。だから見返したらね、話したなっていうのが分かります。だからそんなお話から止まりがちだけど、皆さんも今受付中なので来てほしいなって思う。そう、千穂さんとは石仕込み、確かに湯豆腐食べてないな最近。美味しいよね多分。あー、明日餃子の王将行くから、何食べるか決まって、いいな。絶対に天津チャーハン、もう天津チャーハンしか食べない。コテチュンはコテツン、コテチュンだよ。コテチュンはお母なんいいかも。お母なんやばいな。そう、妹、リエチの妹は妹とか、母なんやばいな。マザーなんやばい。母誰なんだよ。誰、ほんまに誰。デスノートじゃないよ。デスノートじゃないけど、お話しかけてくださった方は全員見ましてます。でね、過去のやつとかに返したらね、え？ちょっと行方不明かもとか、なってたりするかも。あ、ふんふん、ふんふんって言って、え？そう。メモしてるから、みんなも来
てください、お話し会ほんまに好き、楽しい。オノピーさんありがとう、クラッカーありがとう、誕生日おめでとう、ありがとう。そう、天津チャーハンめっちゃ好きなん。お母なん、あ、確かにお母なん、やばい、じゃあお母なんにしよう。一緒だね、確かに。ゆうなんとか、ゆうなん、お母なん、お父なん、あ、いいやん、それ、そうしよう。マザーなん、やばい、マザーなんは確かにマザーだもんね。お母なん、お母なん、マザーなん、あ、ちょっとどっちもいいですどっちもいいです。そう、天津チャーハン、幼くなりました、 こんばんは、ゆう、こんばんは、ゆうなん。え、前からいたイメージ、あれ、ゆうなお話し会しばらくお待ちくださいでガチ。いや、そうだよ、私のお話し会は、私のお話し会はね、あの、お話し会、オンラインお話し会参加された方だったらわかると思うんですけど、始まるじゃん、3、2、1ってカウントされるんですよ。で、その時に3、2、あ、ちょっと待ってって言って私がメモするから止まりがちです。名前呼んでくれて感動しました。もう名前を来てくれるの嬉しい、ほんまに。そう、広島の話からもうすぐ、その前にね、ナイトクルージングがあるんですよ。明日いろいろ忙しい一日なの。超絶可愛く頑張ってねって言ってくれたら嬉しい。待って、もう名前がさ、萌えゼリフ大好きってなってるやん。明日頑張ってね。もう全然萌え萌えじゃないけど、萌え萌えじゃないけど、頑張ってね。ちょっと萌え萌えキャラじゃないので。頑張って。私も頑張る、明日は。100% 天津飯ってもう絶対、天津飯じゃない。天津チャーハンが美味しい、あれ。天津チャーハン。そのノート見たすぎる、絶対に見せない、公開はしません、内部情報、内部資料なのですいません。ケーキ一緒に食べよう、さっきねちょっと食べたんだ、美味しかった、美味しかったんです、そのケーキがほんまに嬉しい。ゆなめっちゃ覚えてくれてありがとうってことかな、くれてありがとう、みんなも。私のプロフィールから飛べます、お話し会の受付中、受付中、受付中。あ、フォロー嬉しいそのノートに書かれて行方不明となった人は黒く塗りつぶされますか、やばい、塗りつぶしません、塗りつぶしませんよ。リップを塗り直します。ナイトクルージングいけないのに毎晩泣きながら寝てます。それはもう私がその涙もらう、私が代わりに泣く、つらい、それ私もつらい。あ、タワー送ったらメモ内容教えてくれますか、お金、引き換えできませんね、ギフトとは。え、なんやっぱさ、今日さ、お祝いありがとうございましたっていう私はポストをしたいんだけど、ちょっとみんなに相談する。お祝いありがとうございましたっていうポストをしたいんだけど、私の X まだ始めて歴は9ヶ月なんですけど、明日の朝、おはようございます、
昨日はたくさんお祝いありがとうございましたっていうポストを明日の朝起きておはようポストにするか、今日をそれとも今日お誕生日だからね、過去の投稿を見返しても2024年8月7日って言って日にちが出るから、今日誕生日だからね、今日たくさんのお祝いありがとうございましたっていうのを載すか、どっちがいいと思う？どっちがいいと思う？なんかでも私の X を9ヶ月使ってみて、コメントリプしてくださる方が多いのは、まあ、誕生日のポストはちょっと誕生日のポストはちょっと違うとして、普通のポストとかっていうのはなんか朝の方がみんなリプくれる方が多いなって思ったりするんですよね、夜より。今日ギリギリ送る人もいるかも、だから、そう今日だったらでも文章と写真はちょっと考えてる。明日の朝の方がいいかな、両方。あ、今日と明日、そう要するに今日か明日かどっちにポストした方がいいか、そうなんです。福田さんからインヨポストお祝い来てる、それは本当なの？嬉しい、それは待ってみたいな。いつも壇上の人がナイトクルージング、あれめな、大事なところが伏せ字ですよ。え、嬉しい、ちょっとあかりんさんからも見たい。そう、リプが多いのは朝かなとか。え、ちょっと見たい、本当に。そんな、あかりさん嬉しい。あかりさんが X でポストしてくださってる。福ちゃんさんの X のユナ可愛いだって。みんなでもショールームほたらかさないでね、私の。木村の写真だね。嬉しい。あかりさん嬉しい。ショールームで知った。あ、いつもショールーム見てくださってる方がナイトクルージングの落選多いってこと？でもまたバージョン3とかバージョン4でまたユナンが出れたら、みんな全員に当選してほしい。ちょっと待って。嬉しい、あかりさんの。ちょっとこれでまた引用返信する。嬉しい。3期生ナイトクルージング、待って、楽しそうすぎる、さすがに。さすがに楽しそうすぎるだろ、それは、そんなこと、ある？ちょっと、スペーベみたいになってるやん。3期生の。3期生のスペーベ、ボーリングだよ。え、いつだったっけ？ 10 月だっけ？ 10 月だったよ。10月20か25だった気がする。ねえ、そうそう、もし私
なんか選択するところじゃあるじゃないですか。ユナ人気で落選出てくるぐらいならまた選ばれる可能性あるよ。あのたくさん申し込んでくださった方がいらっしゃったらまたもしかしたらチャンスがあるかもしれないか。楽しみ。ナイトクルージング、そうです、福フェスの翌日の勝手に四国の公演もゆなちゃん参戦しますよ。もし遠征される方がいらっしゃいましたら。え、でもさ、どうなんだろうね。もしさ、もし自分も広島だけどさ、もしさ広島からそこの高松だっけ、その四国も高松だっけ、四国公園もどっちも高松だよね。だったらさ、泊まるのかな、それとも帰るのかな、どっちなんだろう。さすがに東京とかから来られるなんか方とか、大阪から来られる方とかはさ、一回帰らないや、泊まった方が絶対いいけど、どうなんだろう。福井さん、行くありがとう。マジで西日本遠征なんとかしたい。それはそうよね。私もさ、アイドルめっちゃ好きだったからさ、もうほとんどね東京とかなの。だからあの富士急ハイランド、コニファーフォレスト、やべえほど時間かけて行ってました。好きだったか、好きだったって言っちゃった。今も現在進行形で好きですよ。そう、両方高松、そう、四国の公演初、四国初デビューですよ。まだ3期生は、3期生はね、まだユニットに配属されてから1回もまだまだ公演出てないんですけど、四国の3期の3人のメンバーが初デビューですよ多分。ヒロさん結婚してありがとう、無理。オノピーさん、田中さん、ありがとう。今日の僕はウソさん、イモちゃんさん、ありがとうございます。あと2時間で終わっちゃう、つらい。誕生日でも結構ね、気が楽になるなんかさ、なんか20歳の誕生日すごい、なんかさ、なんかちょっとまだ大丈夫ですって感じだったんだけど、なんか終わったら終わったで、まあ、なんかすっきりする。なんかまた次の8月7日まで一番遠い日にちだしね、一番遠いよ次の8月7、8月6日が来るのは、今日が一番遠い日です。だからなんかちょっとなんか20歳っていうのがあれプレッシャーだった特にそんなことはなかった。誕生日おめでとう、ありがとう。3期で DJ やるとしたらユーナンがやるの？ DJ やるとしたら誰だろうな、ひーちゃんとかじゃない？向いてそう、イエーイとかやってそうだと思う。 DJ ってこうでしょ、あかりさんがナイトクルージングでやられたやつですよ。船の上で幽体いるやつやばいね。でも踊れるのかな、船で。踊ってましたよね先輩方が。すごいね、 STU 号すごい。そう考えると一部なら参加できそう。なんだ。あの四国の公園のやつかな。たくさん待ち構えてます。あ、事務所に届いてました、ありがとうございます。またショールームで紹介しますね。
かわもうファンの方から素敵なお花、お花というかぬいぐるみというかほぼぬいぐるみ、ぬいぐるみが届いてます。嬉しい。青春18切符使える？青春18切符ってさ、学生しか、学生じゃないや、いつ誰が使えるんだろう。マヒナーさんがユナの X にリップしてる。え、もうみんなそうやって私が配信してる見れない間にそういうことするんだ。もうそういうこと先にやっちゃうんだ。もう見ちゃうんだから。どこだろう。あ、嬉しい。マヒナさん、いちごが嫉妬しちゃう。ユナにたくさん会いたいので広島に引っ越そうか迷ってます。それは嬉しい、それは嬉しいけどさ、それは嬉しいけどさ、それはあの生活的に大丈夫？9月8日と9月7日のようなミニライブやオープニングアクトではなく本編に出る可能性はあるの？それはさ、言えないやつじゃない？それは言えないんじゃないかな。わかんない。私はもう何の曲するかとか、あの3人で何の曲するかとかは知ってるよ知ってるけど言わない。そう、20から21はもう何も、もうちょっと 20代とに入るのがちょっとね、緊張してた。初めてありがとう。次の誕生日は昇格してて選抜入り。めっちゃ夢叶ってる。それは来年21歳になる頃のユナは何してるんだろう、何してるんだろうね。本当に未来の自分へ見て恥ずかしくなるやつ。21歳のユナ何してるのこれ絶対なんか切り抜いてさ、来年あの自分にさハッシュタグつけてさ、あのさすがにいないか、さすがにいないか。ちょっと今やばいことしてた。危ない危ない。選抜メンバーになっていますかって、昇格はしていますか21歳のユナ何やったんマジで。ほんとやめます、ほんまに。たくさん目標が叶えられてる年だった、年になってると嬉しいですね。今のユナもすごい充実しているよーって急にビデオレター始まったの。本当にやめます、本当に恥ずかしくなるよ。そうやって今見て恥ずかしくなってるってな、そうおもろいか。急にビデオレター始めるのやばい、みんな困ってるからやめます。あ、ファンクラブにボイスメッセージかと思った。バースデーメッセージか。ありがとうございます。嬉しい、バースデーメッセージありがとうございます。え、ナイトクルージング撮影タイムいっぱいあるの？置かないとやばい、ダジャレみたいになってるねえ。そう、あかりんさんの DJ のセットリスト見ました。プレゼントはバズだけど、花とかのプレゼントはなんか応援コミュニティの方から届いておりましたね。ユーナンのファンの方から、一つです。みんなからじゃな、みんなからなんですけど、そのバラバラにじゃなくて応援コミュニティからみたいな感じでした。そう、ありがとう、花を受け取りました。何その言い方の、嬉しい、ありがとう。そう、花ありがとうございます。
お花も散ってた。薄ピンクと白の。ユナのためなら生活がどうなってもいいです。やばい。そう、もう嬉しい。でも嬉しい、それは。ユナ、綺麗？嬉しい。ありがとう。そう、広島に住んだら遠征費はゼロになる。遠征費はゼロになるけど、確かに。めちゃくちゃ遠かったでしたね。マイペースユナです。マイペースなん？そう、来年が成人式ですね。選抜になったらガチで泣く？私も泣く、嬉しくて。動画、画像保存しとく、来年よ。来年まで、来年の誕生日も一緒に祝ってくださるファンの方が何人いらっしゃるかな。もう全員祝ってください。もう来年も。めっちゃ嬉しいです。今年もお祝いしてくださって。切り抜いて TikTok はやばい。4期生。あ !4 期生4期生に焼肉おごってる？私は焼肉おごってるかな。ユナ自分のメール取ってるよ。ワイヤのボイスメッセージ UR、 ボイスメッセージかと思った。え、1000文字までしか送れなくて、短くするのが大変だった。原稿用紙何枚分？ 3枚分ぐらいやん。すごい、嬉しすぎる。そうなんですね。特別な日は事務所に相談したら個人で送れることもある。そうなんだ。誕生日おめでとう、ありがとうございます。クワトロまで家から1時間かかる。それってさ、多分ね、他の県に住んでる方からしたらめちゃくちゃ近いんだと思う。めっちゃ近いよね、これって。ライブ会場まで1時間はめちゃくちゃ近い方だと思う。めっちゃいい。もうだから、あの、コンビニ、もはやコンビニみたいな感じだと思う、あの、他県の方からしたら。そういう気持ち。バスデーメッセージまた届いたら絶対読む。もう絶対読むから。ユナはユナのまで優しい、ありがとう。来年も祝いたい？ぜひ。祝ってね。祝ってくれたら嬉しいよ。ジョジョ園の焼肉弁当は食べたことあります。夏の瀬戸内ツアーの千秋楽の日に、2.5 期生さんと3期生のライブ、公演のツアーをやった時に、千秋楽それでした。そうも、ありがとうございます。あ、10時が来たということで、もうそろそろ配信は終わりたいと思います。こんばんは。どうしよう。今日、明日、結局明日ポストしたらいいんじゃないって話になったよね、みんな。今日は暇たぎですか？今日は暇たぎですかっていういい質問ですね。今日は暇たぎできないんですよ。最近そこをなんとかっていうのみんな言ってる。皆さん NMB48 さんでよく聞く曲とかってありますか？ NMB48 さんで好きな曲とか、よく聞く曲とかありますか？他
他の48グループさんとか、でも NMB48 さんのが聞きたい今は。なぎいち、あ、今ユイニャンルームから来たの？ヤッホーン、ユイニャンのファンの方、ヤッホーン、ユイニャンルームから来た人。あー、そう、こういうみんなのコメント見るの好き。なるほどね。配信終わったらゆうなのお誕生日ケーキ、お誕生日祝いを持って誕生日ケーキいただきます。今見ながら食べなよ僕らの、いやー、ゆいりかね、僕らのゆいりかね決勝、決勝懐かしい、決勝自分、私たちも披露させていただきました。ワルキー、あー、いいね、みんな絶滅黒髪少女、めっちゃ一時期見てた YouTube で。青春のラップタイムも好き。なるほどなるほどね。笑ったピーポーはゆいかたんが好きなイメージあるの。さっさっさっさ、最高、さっさっさ、最高。そう、みんなの好きな曲とか聞くのは、曲、ん、今なんて言った、今私なんて言った、みんなの好きな曲を、みんなの好きな、私さっきなんて言ったさっきなんて言った、みんなの好きな曲、ちょっとなんかちょっとよくわかんないので、喋るのやめます。難しい、やっぱ日本語っていうのはちょっと言葉っていうのは難しいと思います。あ、みんなの好きな曲とかを聞くのはって言った、みんみんなちゃんと聞いてる、みんなの好きな曲を聞くのはって言ったか。なるほどね、なんかさ、自分でさ、みんなの好きな曲を聞くのは、聞くのはってちゃんと言ってた？それならよかった。みんなの好きな曲とかを聞くのはって言ってたんかと思っちゃった。ちゃんと言ってたらよかった。セッティスエル。これは何のためなんだろう。好き。セッティスエル。佐々木さんありがとう。どんどん自分に追いかけてきた。まえさんありがとう。ゆうなも48の曲めっちゃ聴く。 NMB48 さん、 48さんとか、他のグループの方も聴きますね。カラオケ配信最近全然してなくて、自分カラオケ配信、イベントの時、イベントとかキャンペーンの時に、写真集の時とか、キャンペーンの時とかなんかやってて、でもそれ以外あんまり配信、カラオケ配信はやったことないです。けど最近歌った、最近歌いましたね、結構。え、みんなのイメージではどうなんだろう。ゆうなは結構カラオケする人だと思ってるのかな、どうなんだろう。そう、こうやってなんかみんなのね、みんなの、あの、私のショールームの配信頻度はどんな感じかとか、あの、私はカラオケ配信をするしたらレアだったりするのか、あの、ゆうなんがなんかちょっとそういうイメージをね、聞くのが好き。あ、言いたいやつ、私のカラオケ配信は珍しいと思う、それとも私の配信頻度はどんな感じ圧がすごい。そう、毎日配信されてる方もいらっしゃるから、そ
そう、ちょっと前までね、配信したら何どうしたのみたいなコメントとかあった珍しくて。最近です、私も配信結構頻繁にするようになったのは。にしてもその毎日配信の方と比べるとちょっと違うけど、カラオケ大会の練習しておかないとほんまにそう、やばいやばいやばい、ナイス。ユダのカラオケレア、配信頻度は月2から週2のイメージに変わった、カラオケのイメージはない。あ、そう、あ、めっちゃわかりやすい、それめちゃくちゃいい、なんかめちゃくちゃいいね、それ。そう、配信は月2とかでした本当に結構マジで今年入る前までぐらい。そうなんです、レアの方やかな、初カラオケ配信までがなかった、ほんまにそう。嬉しいコメントありがとう。歌うがない、嬉しい。50日連続配信は伝説、待って、やばい、覚えてくれてる。そう、50日続いたことがあって、そう、配信やったら今日はどうしたのっていうコメントがあった、たくさん。カラオケレアか、おめでとうございました。いや、まだあの1時間半ぐらいあるので、ちょっとまだあのおめでとうの方がいいかな。おめでとうございました、やばい。そう、 MC も練習しておかないとね。ライトクルージング、酔い止めのも、そう、弱っちゃうんだら飲んだ方がいいよね。気持ちとかも大事。え、幽体離脱じゃ歌って終わろうかな。でもさ、このイヤホンがここにあったらいいんだけど、イヤホンって結構使うからなくなりがちで、あった、あった、普通にあった、普通にあった、よかったです。お話し会や講演後は配信あるけど、油断不足がたまりがち。え、本当にそう、私なんかお仕事とかあって、メイクとかあった時、メイクしてる時とか配信しがちかも。イヤホンなくなりがちだったけど、普通にあった。涙サプライズ、誕生日っぽい。幽体離脱をみんなに披露する。20歳初カラオケ配信は幽体離脱です。そして終わりたいと思います。聞こえてるかな、このセリフが言いたいまである。声、イヤホンな感じになった、声が。あ、来た。幽体離脱した経験ありますか？幽体離脱、まるで自分の魂が体から抜けて出ていくような、そんな様子を客観的に眺めている感じ。あれって練習次第でできるようになるの知ってました？私が抜け出して、客観的に私を見てる、情けなくて笑えてくる。じゃあなんか応援してあげればいいのに、そばにいるだけで何もできないし、金縛りとは全然違うよ。出てなんかいなくて起きてる、ここでずっと立ってるのに何も、あ、じゃあここにいる私は。
それくるくるさんが歌ってたの見た、配信でこの前。恋もどこかが似ている気がする、こんなに一生懸命なのに、気持ちと何かが合ってない、口と動きがシンクロしないアニメ。それじゃ魂抜け出して、何ができるかっていうと、実は声出せないルール、その代わりふわふわと急に浮かんだりして、頭の上から見下ろしていられる幻覚だって人は言うけれど、私は確かに経験してるし、実際自分の目で見るとこういうことだってあるんだな。甘すぎた今までの知識、幽体離脱は苦しんで、好きな時いつでも抜け出せるよ。過去と現在と未来が道曲がった瞬間、どこにもいない私がいる。幽体離脱ですか。嫌なことってのはなくならないし、そう振り回されるだけだから、その場から気づかれないように、意識だけ抜け出そう。この縛りとは全然違うよ、寝てなんかいなくて起きてる、ここでずっと立ってるのに私何も気づいていない、じゃあここにいる私はダメ。幽体離脱は別世界、軸が重なってしまったのか、それを見てるさ、人間の私仲良くやろう。ありがとうございました。ちゃん。ありがとうございました。たくさん盛り上げてくれて、みんなもありがとうございます。ミラボールも、マークさん、カメリアケイさん、カムカムさん、みんなありがとう。藤翔さん、ありがとうございます。たくさんありがとう。カメリアケイさん、マークさん、ありがとう。ラ音符も、もうみんなありがとう。ありがとうございます。音符とか踊ってました。なんかでもさ、一曲だけ歌って終わりますっていうのをさ、よく言ってるんだけどさ、あの結局さ、イヤホンしたらさ、なんかあともう一曲いくかみたいな気持ちになる。最近なんか歌ってない曲あるかな。あ、待って、私初めて歌う曲、初めて歌うって、でも STU はね、やってる曲の気がする。踊ってみたいんだよね、私。世界中で一番綺麗
なテトラポットにめっちゃ好きだったの。テトラポットにだった。テトラポット大好き。そろそろかな、薄目開けてみた、君と目が合った。HKT48 さんの12秒でした。初めて歌った。最高かよ好き。 HKT48 さん、君って君って最高かよ。じゃ最後一曲歌って終わりたいと思います。結局3曲ぐらい歌うんかーいって。でもね、曲いつも迷ってしまう。あ、まきまきさん、ケーキありがとう。嬉しい。消す。マクさん、たくさんありがとう。ミラーボール、カミリアケイさんもありがとう。音符。なんか歌いたい曲はたくさんあるはずなんですよ。だけど、急に思いつかない。NMB48 さんの夢は逃げないって曲は知ってますか、皆さん。STU の、あ、そう、いい曲。あ、好き。じゃあそれ歌おうかな。え、もしかしてないかも。
ゆ、え、ゆ、やゆ、ないかな。ないかもしれない。ごめんなさい。ないかもしれないです。なかったかも。オーマイが、なかった。お、いや、今、オーマイがっていうのが、あったから読んだだけです。あ、ごめんなさい。ないかもしれないです。なかった。皆さんぜひ聞いてみてください。夢逃げ、決勝、懐かしい。 STA の曲にしようかな。じゃあちょっと今ね、いろんなアイドルさんの曲を見てる。いや、乃木坂さんの曲を見てたりしますね。スクショしない。あ、今めちゃめちゃ普通にスマホ触ってる時の顔。やすのりさんありがとう、プレゼントかわいいねえ。あ、顔綺麗、嬉しい。今真剣に選んでる今ね、真剣にマホロバーしたリスク。私も好き、マホロバーにしよう。じゃあマホロバーしたリスク、ノットイコールミーさんです。歌ったことあるっけ私これ、ショールームで。え、ショールームで歌ったことあるっけ、マホロバーしたリスク。歌います。ときめきぶつかり星ができました。星座になれない孤独な星、それでもそれでも君に会うたびに輝き強まり、夜を照らす見つめているだけ、それだけでいい。それなのに感情は急ぐ。空この恋マホロバースタリスク、手のひらサイズの小さな恋、ずっと遠くに感じる君の笑顔、このまま届かなくていい。流れ星が君を奪う、銀河の彼方まで一人でずっと。好きって言った漫画を読んでも
それすら言えない弱気な橋、君の幸せは近くにある私じゃない、誰かとの明るい道、もしかしてそうだ、交わらない君と私の星は、それぞれ戦いている。明日君と話すことをぐるぐる考える一人の夜。私もすごい好きな曲だから。この衣装も好きです、私はマホロバースタリスクの。ありがとうございました。のえみさんは全員好きですけど富田の中さんが推しです。そして今日の配信はこれにて終わりと思います。たくさん盛り上げてくれてありがとうございました。嬉しかったです。今日も来てくれて、今日は2回目なんですけど今日は2回目なんですけど、そうみんなも早く寝てね。今日マークさん結婚して、ちょっと考えるけど、ちょっと無理で、ありがとうたくさんミラーボールもありがとう。マークさんとマークさん結婚してありがとう、無理、ちょっと無理で。カメリアケイさんありがとうね。たくさんみんなと一緒に過ごせたお誕生日でした。今日はそうありがとうございました。最高ですか。私も皆さんのこと最高ですよ。ちょっと考えたね。いい曲だよね。マホロバースタリスク、私はカラオケ、個人的にカラオケ行ったら結構歌ってる曲かも。君はスパークルも大好き。そう、20歳のゆうなもぜひよろしくお願いします。じゃあ今日も20位から読んじゃおうかな。20位、赤いたぬきさんありがとうございます。19位、 TM さんありがとうございます。18位、青尾さんありがとうございます。17位、福山のたこさんありがとうございます。16位、ゆうなさんありがとうございます。15位、ひろさんありがとうございます。14位、きりんじさんありがとうございます。じゃあ13位から。13位、ユニバースさんありがとうございます。12位、まるともちゃんありがとうございます。11位、まきまきさんありがとうございます。10位、伊藤ひろしさんありがとうございます。9位、まーくんありがとうございます。8位、カムカムさんありがとうございます。7位、さだきじさんありがとうございます。6位は、おのぴーさんありがとうございます。
5位、やすのりんさん、ありがとうございます。4位、マクアットつまみさん、ありがとうございます。で3位は上宮圭さん、ありがとう、ありがとうございます。そして2位は藤翔さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがたわ。そして1位はきのこのかパパさんです。ありがとう、ありがたわ。昨日じゃないよ、ゆなん今日だからね。みんなと日またいたでしょ。またお礼は書いてお礼配信をしようと思うので、また後日また来てくださいね。ねえ、もうすぐナイトクルージングだね。明日と明後日があって、その次の日か。じゃあ もしかしたら次私と会えるのはナイトクルージングだったりするかもしれないんですけど、あのねえ、いい曲だよね。まあ、オノッピーさん結婚して、ありがとう、無理。ありがとうございました。バイバイ。20歳のゆうなもよろしくお願いします。お話し会も受付中なので、ぜひ皆さんお待ちしてます。ありがとうございました。バイバーイ。チュー。